はい、こんにちは、僕です。GOD 続きをやっていきましょう。じゃあね、今回はまず確かめてみたいことがあって、日本ですね。あれ、日本には入れないのかな、やっぱり。降りられましたよ、日本に。でも、どうなってるんだ。あ、拡大されましたよ、日本。入れるじゃないですか、日本。帰ってこれた。日本に帰ってこれたよ。どうしようかな。どこから様子見ていきますか。団吉がいる。ここミアタウンですよね、多分ね。ミアタウンに行きますか。あ、上登っちゃった。上と下で、選択できるんだ。で、故郷の様子を見ていきますか、先に。よかった。日本に帰ってこれましたよ。随分ぶりですね。いや、一向にここはね、誰も復興しようという感じじゃないのかな。ずっとこんな感じなんですね。相変わらずコンビニのお兄さんがね、ずっとここにいるんだ。一向に復興しませんね。ニューヨークは速攻で復興してたのにね。ミアータウン、ダン吉がいるかな?やっとミアータウンに帰ってこれましたね。随分ぶりですよ。また遊びに来てください、ミアーとか言ってる。ダン吉いました。ペペチじゃないか。元気にしてたのか。とうとう帰ってくる気になったんだな。いや、そういうわけじゃないんだけど。てんてんてん。そうか、わしの顔を見に寄っただけか。いいんだ、いいんだ。それでもわしは嬉しい。よし、わしのことを忘れないで寄ってくれたお礼じゃ。これをやろう。ダン吉のタオルを手に入れた。これを投げると、戦いから確実に逃げることができる。時には逃げることも立派な修行だ。あ、ボスバトルには効かんぞ。それは逃げてはいかん。立派な剣術使いになるんだぞ。わしとペペチの明日はどっちだ?タオルくれましたね。早く旅を終わらせてここに戻ってこい。ところでペペチ、酒持ってないか。ワインやウイスキーはいかんぞ。わしの口には合わん。地酒もダメだ。お酒なら何でもいいというわけじゃないんだ。特に他の町の人たちは変化ないのかな。一応市長の様子だけ見ておきますか。いや、おみやはわしの次に偉い、ペペチでにゃーか。わざわざわしに会いに来たみやーか。見上げたやつみやー。よし、褒美にこれをやるみやー。ケチなみやー人が、ものをやるなんてすごいことみやー。みやー酒、みやー酒。お酒手に入りましたね。みやー酒手に入れた。なくなったらまたやるみやー。え、これ、団吉にあげられるのかな?え、どうなんだろう。なんと、それは伝説のミハーシュじゃないか。くれ、くれくれ、もらった。ミハーシュを団吉に取られた。よし、代わりにこれをやろう。サングラスを手に入れた。つけると特技の成功率が上がるぞ。わしとペペチの明日はウィーク。特技の成功率が上がる。いや、どうなんだろうな。いるかな?特技ってほとんど使ってないし、確かに全然成功しないですよね。使ってみますか。サングラス。特技の攻撃力が上がる。攻撃力も上がるんだ。特技使ってみたいな。使ってみたいというか、当ててみたい。特技を当ててみたい。クロスカウンター切りとか一回も成功してないからね。他に行っておきたいところは、あそこか、恐山。恐山の方にも行ってみますか。こんにちは。私はここで一番可愛い女の子です。一番になりましたね。感慨深いな、そう考えると。そうですか。そうじゃないかと思っていたんです。おばあちゃんが部屋にこもったまま、ずっと出てこないから。そんな予感がしていたんです。いいんですじゃ、いいんですじゃ。どうか皆さん、愛の分まで生きてくだされ。どうかご無事で。いや、おばあさんに会えない。キボばあさんに会いたいんだけど、反対側から行けばいいかな。北海道側から来れば会えるかな。ちょっと行ってみますか。降りられない。あれ、降りられない。嘘。北海道は降りられない。あ、遠いな。あ、ここに降りられますね。
雪原には降りられないんだ。津軽トンネルやってきました。こっち側からギボバーさんに会えないかな。あれ？なんか立て札がある。なんだって。勝手に入ることを禁ず、ギボバー。この看板を見つけたあんたは偉い。ゲームの2だね。褒められちゃった。いや、ギボバーに会えないんですね。なんだ。いやー、エンカウント率がとにかく高いんだよな。一本道だったんだけど。やっと帰ってこれた。すげー敵出てくるよね、このゲーム。そしたらね、あとあれか、なんだっけな、四国か、九州か。山の上にあった、なんか建物？待って、他は行ってない場所とかないよね。わかんないな。日本の地図はそうなってるのか。待って、左上に何かあるんですよね。あそこ、島？何かあるのを確認していきたいな。あれ、どこだっけ？あ、ここ入れるかな？降りられない。あ、降りられる。ここ何なんですかね？なんだ？何？てんてんてん。誰？心を読むの。あなた方は悪い人ではないのですね。お帰りなさい。ここは救いの家です。救いの家？え、入れるの？お帰りなさい。お帰りなさいって帰ってくださいっていう意味じゃないのだ。お帰りなさいって何？どういうこと？人がたくさんいる。泊まっていきますか？とりあえず眠りますか？とりあえず。特に日記は何もないですね。この村何なの？子供がたくさんいる。ここではもう誰も僕をいじめないんだ。僕幸せだよ。あ、お兄ちゃん、おもちゃの船を持ってるんだ。ね、それを僕にくれない？あ、あげるよ、別に。いらないから。おもちゃの船、ありがとう。代わりにこれをあげるね。救いのメダル？何それ？ミスユーエナジー。お兄ちゃんたちどうもありがとう。救いのメダルって何ですか？あ、大事なものだ。救いの家のメンバーだけが持つメダル。何に使うんだろう。使い道がわかんないな。私は死のうと思って旅に出たの。さまよっているうちに、この救いの家を見つけたの。よくたどり着けたよね。ずっといじめられていました。僕は少しも臭くないのに。噂で、この家のことを知りました。やっとたどり着いたのです。あ、お腹すいた。今日の食事当番は誰だっけ？ここにはいじめられた子供、死のうと思った大人、傷つけられた人たちが集まっています。悲しい時は色とりどりに咲く花が慰めてくれます。ここは救いの家です。どうしてこんな家があるのか知りたいですか？はい。昔、一人のいじめられっ子がパソコン通信で全国のいじめられっ子を集めたの。そしてそのままここにいろんな人が集まってきたの。へえ。なんで、何、物語とは何か関係あるのかな？これ、私が作った救いまんじゅうなの。変な名前だって笑わないでね。一つあげるね。救いまん。僕、学校の校則に反対して髪の毛を伸ばしたんだ。そしたら、もう学校に来なくていいって言われたんだ。だからここに来たんだ。いじめられて木の上に登ったんだ。降りたらまたいじめられるから、ずっと木から木へ渡っていったんだ。そしたらここに来たんだ。僕、やっと木から降りられたんだ。なんか悲しいなぁ、みんな。いじめられないために誰かをいじめろって言われたんだ。だからここに逃げてきたんだ。はぁ、いじめられっ子がたくさんいますね、ここには。まあ、2階もあるんだよね。このおじいちゃんは値段のつけられない理想を知ってるんですって。それって何のことかな？値段のつけられない理想？わしは長い間、この国を良くしようと思って戦っていた。いじめも差別もない、すべての人が平等な社会を作ろうと思っていた。だが、仲間はみんないなくなってしまった。ここが死に場所のようじゃ。なんだろう、値段のつけられない理想って何ですかね。私、女なんだけど、女が好きなの。それだけでいじめられたの。ここでは力のあるものは薪を割り、料理のうまいものは料理を作り、それぞれのできることをして助け合って生きているのです。いや、ほんとたくさん人がいるな。
私、人と少し違うところがあるの。だからいじめられたのね。え？あなた、人の心が読めるのね。え？どうして？私も同じ。ずっといじめられたのも、私と同じ。あ、皆関連のイベント。筑波根山で神の石を触ってから、ますますはっきりと人の心が読めるようになったの。誰がどんなことを私に思ってるか。私は一人ぼっちだった。誰かに助けてほしかった。救ってほしかった。あ、なんかみんなそれぞれイベントがあるんだ。前にね、バジルの過去もありましたけど、今回はミナの過去。街で声をかけられたのがきっかけだった。私はある宗教に入ったの。ここなら私は救われるかもしれない。みんな本当にニコニコと私を迎えてくれた。これみんなエイリアンだからね。でも、私には教祖の心が読めたの。教祖はお金儲けしか考えてない人だった。違うのか、はじめはちゃんとした宗教だったのかな。あの、なんとかマリア教。人を救うふりをしながらお金儲けを考えていたの。私は人の心が読めたの。何人かの信者がそれに気づいた。うん、気づいてどうなるんだ。そして教祖を追放して私を神と呼ぶようになったの。うん、私は神なんかじゃないって何度言っても信じてもらえなかった。でも本当に救いを求めてくる人もいたの。私はどうしたらいいかわからなくて、そしてどうなったんだ。エイリアンに操られるようになっていたわけか。うん、気づいたろ。そう、今なら私はわかるの。一人の人を救うために必要なものは何です。もう一人の人生。いいっす。ちょっと待てよ、ミナ。ということは、俺たちがいつも思ってることもわかるってことか。あの、俺、そんなにエッチじゃないんだ。何を言っとるんじゃ。ペペチならわかってくれるよ。なあ、ペペチ。男ってそういうもんだよな。ペペチ、なんとか言えよ、ペペチ。いいっす、お前はエッチだ。男ってのはそういうもんだ。どうしようこれ。いや、突き放しますか。ヒース、お前はエッチだ。ペペチ、エッチはいいぞ。ヒース、安心して。不安だから人の心を読むの。安心していれば普段は読んでないの。読むか読まないかっていう設定できるんだ。だからね、大丈夫。あなたもそばにいてくれるだけで安心できる仲間がきっとできるわ。それまで負けちゃダメ。あなたがあなたに負けちゃダメ。お姉ちゃん、それは恋人かもしれない、友達かもしれない。でもそんな人に出会うまで心を閉じたら負けなの。傷ついても傷ついても心を開き続けるの。そしたらきっと出会うわ。うん、お姉ちゃん、お姉ちゃんしか言わない。さあ、みんなと遊んできなさい。うん、元気になるのかな、この子は。いいっす。何？今、あの子は大きくなったら、いい女になるぞって思ったでしょ。いや、あの、その、エッチじゃ。読まれてるじゃん、心。ありがとうございます。この子のためにここにはね、来たんですね、おそらくね。え、あの子どこ行ったんだ？あれ、あの子どこ行った？これは違うよね。あ、この子か。お姉ちゃんありがとう。お兄ちゃんたちどうもありがとう。感謝される。じゃあ今の子の感謝は違うか。救いの家でした。みんなのね、過去を確認できましたね、ここで。じゃあそんなところかな、日本で気になるのは。あ、いや。この地図上で、この左上にある島って何ですかね。あそこって行ったことないよね。いや、何もないな。え、この島何なの？この島何なの？何もない島？敵出てくるのかな？ちょっとエンカウントするか確認したいですね。
いや、敵が出てこない。モンスターがいない平和な島があるんだけど。街も何もないんだ。何もない島なんてあるの。じゃあ日本はそんなところで終わりかな。他にね、まだ行ってない場所がいろいろあると思うんだけど。どこだっけな、なんか隕石がところどころあったんですよね。穴の開いた隕石。それも確認していきたいんだけどな。ここだ。まずヨーロッパ。ヨーロッパに穴が開いてる。この隕石ね、ずっと気になってたんだよな。大丈夫？ちょっと待って。敵強いかな？大丈夫かな？なんだお前らは。T7 ベビー。あ、これ前戦ったことあるモンスターな気がするな。あ、いや、全然倒せる感じじゃないな。1しか効かないんだけど。あ、逃げられるな。続々逃げていくな。あ、ダメでした。全部逃げられました。じゃあ下に降りてみますか。広いのか？いや、ひたすら下に降りていく感じですね。なんかすごい明るい BGM だけど。どこまで下に繋がってるんだ、この隕石。ひたすら階段降りてるんだけど。あれ？これ一番下じゃないの？これ何もないですね。何もないとかあるの？結構下まで降りてきたんだけど。何もないんだけど。前は、なんかキラキラ光るものがこの辺に落ちてましたけど、何もない。何もないとかあるんだ。考えられんわ。なんかでっかいの出てきたよ。キングスマイル。強いのかな？キングスマイルとか。魔法使っていきましょうか。あ、待て。効かない。なんでダメージ通らないの？ 1 しか効かないんだけど、魔法も物理も。そういうモンスターってどうやって倒せば、あれ聞いたぞ、マンガス珍獣は。スマイルの怒り。いや、ま、何こいつ。普通に強いぞ。これなんだ、縦落としをやっぱりすればダメージ通るのかな？倒し方がわかんないな。とりあえずダメージを与えられる状態にならないかな。いや、フォールが効かない。フォールが効かないっす。ヒースの攻撃しか効かないっすね。スマイルの怒り。あ、いや、即死なんだけど。勝てなくね？逃げられるかな。あ、よかった、逃げられた。キングスマイル、めっちゃ強いじゃん。なんかね、隕石の中にいるモンスターめちゃくちゃ強いんすね。前のマンゴスチンもそうだけどさ。バカ強いんだけど。早く帰ろうじゃなくて、サイコで帰りますか。なんだっけ。リクアルじゃない。あれ、エクサスが使えない。なんで、ここエクサス使えないの？歩いて帰らなきゃいけないの？ちょっと隕石はまだ行かない方がいいかな。すげえ敵強いっすね。もっと強くなってからじゃないと攻略できないのかな。あれ、ここにある遺跡。これなんだろうな。ここは多分まだ行ってないですね。ここ何があるんだろう。今行く必要ないかな。これは何？南極？あ、南極大陸ですか、これ。待って、何かありますね。あれ、待って、降りられないですね、ここ。ここ何ですかね。船なら降りられる。なんで敵出てくるんだよ。あ、上陸できますね。これ何ですかね。南極大陸。何ここ、ちょっと一回出入りしてみようか。多分2回目入れば地名が確認できるんじゃないかな。なんでそういう仕組みになってるのかわかんないけど。極点ブレス基地。エンカウントするの、ここ。大丈夫？強いんじゃない？まだ来るべきじゃないんじゃないか。メカウルフだって。敵の強さわかんねえの、すげえ怖いんだけど。強いわ。まだここに来るべきじゃないっすね。物理ダメージがこんなに効くっておかしいわ。5530。弱点属性はすごい効くな。6000の経験値だもんね。
と帰ろう帰ろう。まだここに来るべきじゃないんだろうな。じゃあおとなしくナスカの地上絵からどこかにワープしていった方がいいのかな。ちょっとね、世界地図埋めようと思ってうろうろしてるんだけど、埋める必要ないかな。まあ、帰りますか。ナスカにね。あー、日記更新されてますね。救いの家に降りた。人が人を救うとはどういうことな、どういうことだろう。救われるとはどういうことなんだろう。ミナは自分の過去を語り始めた。彼女もまた自分の過去を飲み込んで微笑んでいるのだ。きっと存在感とはその人の耐えている分量のことなんだろう。存在感とは耐えている分量ということなんだろう。まあ、ナスカの地上絵までね、帰ってきましたんで、ここにね、入っていきましょうか。なんでそこで敵出てくるんだよ。じゃあね、ここ行ってみますか。どこに飛ぶんですかね、今度は。まだ銀の紋章みたいなもの、手に入れてないんですよね。どこだ？あ、イースター島に来たよ。なんでイースター島なの？イースター島は船でも来れましたよね。ここは？イースター島じゃ。イースター島。なんで？怖いな、この真ん中のモアイ。何があんの、ここ。モアイ何もないっすね。あれ、これ下行けるのか？これどうなってんの？あ、いや、下に繋がってますね。これは左に行けるんだ。モアイ像がたくさんある。ふっふっふ。誰だ？この曲は。ここにいるの、バット君。なんで？いきなりか、問答無用だな。バット君。驚いたか。自分で改造したんだぞ。やる気になれば何でもできるんだよ。名付けて、バット君スペシャルグレート WX って何ですかね。WX？ どうしてここが分かったって？勘だよ、勘。この島には、ペペチはまだ来てなかったからな。じっと待ってたんだよ。さあ、覚悟しろ。もう負けないぞ。今回は本当に戦う？なんだあれ。ミハイルが来た。ペペチ。お前は、待て、話を聞いてほしい。ミハエル生きてましたね。うるせえ、お前のせいでニューヨークは潰されたんだぞ。ニューヨークは住まないと思っている。おい、俺の方が先だよ。どけよ、俺の顔が見えないじゃんか。どうなるんだこれ。後ろにいるんだ、バット君が。ニューヨークは、無視。ニューヨークは私の望んだことではなかった。おい、おっさん、美味しすぎるじゃねえか。俺の方が先だって、どけよ。ペペチ、もう少し待ってくれ。必ず、ラルア様を説得する。誰だ、ラルア様。それまで待ってくれ。ふざけたこと言ってんじゃねえ。どけって、おっさん。重いな、この機械は。あれ、何後ろにぶら下げてるんだ。何してんの、これ。どうなるんだこれ。戦うのかな。ペペチたちが戦っても、で右に移動するの。ペペチたちが戦っても勝てる相手ではないのだ。こら、おちょくっとんのか。どうして僕を隠すの。おちょくっとんのか。私はペペチたちに死んでほしくないのだ。全然話が頭に入ってこないんだけど。俺は主役だぞ。モスク、バット君外伝と。バット君外伝。バット君の大冒険が出るかもしれないくらいの主役なんだぞ。ほんとかよ。綺麗に隠してるよな。だからペペチ、無駄な戦いはやめるのだ。ふざけるな。無駄かどうかやってみなきゃわかんないだろう。どけって見えないだろ、おっさん。ねえ、あなたも私たちと一緒に戦わない？みんな、なんてことを言うんだ。ダメだ、全然頭に入ってこないお話が。何の話をしてるんだっけ。本当に重いな、この機械は。自分で作っただけに文句は言えないけどな。何ぶら下げてるんだろう。お前たちと一緒に戦うことはできない。私には半分エイリアンの血が流れているのだ。あ、やっぱりハイブリッドなんだ。無駄な戦いはやめるんだ。勝てるはずがない。おちょくっとんのか。
こら、こっちは大変なんだぞ。誰か相手にしてあげてよ。勝手なことを言うな。これだけ言ってもダメか。何、戦うのかな、やっぱり。うるせえ。あれ、消えた。あ、避けられた。かわいそうにバットくんな。ボクちんがアーニーしたっていうの、むごい。終わっちゃった。やっぱ戦えなかったね。あれ、左下のモアイなんか目が変じゃない？みんなで綺麗だ。ネタキャラだよね。完全にね。見て、あのモアイ。何？そのモアイね、気になってたんだ。目が光ってる。あれ、光ってるのか。あ、これ待って、船で来た時は、え、待って、どうやって、あ、こっちから行くのか。多分、船で来た時は、ここまで来れなかった感じですかね。あの、一段くぼみに、くぼんでる場所にね、今いるんで。あ、銀の一石を見つけた。あ、こんなところにあるの。これは、ペペチ殿、ひょっとすると次の神への道を開く石なのでは。そうか、銅から銀になったから他の場所にも行けるんじゃないか。いや、また行ける場所が広がりましたね、いきなり。どこに行けるようになるんだろう。これまた帰らなきゃいけないの大変だな。ん？ちょっと待って、何か感じる。まだ何かあるの？え、今度はなんだ？怖いんだよ、そのモアイ像。モアイ像に何か文字が刻まれているぞ。これは伝説の古代文字だ。読めるのか、おっさん。いや、ダメだ。待って。心を読む。ミナは文字に触れた。感じれば文字に込められた思いが。神の怒りに触れ、沈みし三大陸は、やがて再び地上へ現れるであろう。聖なる銀の紋章は、南地を沈みし大陸の一つ、レムリアへと導くであろう。レムリア？なんと。レムリア、そんなバカな。レムリア大陸ってのは伝説じゃないのか？レムリア大陸ってわかんないな。聞いたことないな。レムリア大陸は実在したということか。沈みし三大陸ということは、まさか。まさか。とにかくレムリアへ行くには、ああ、この銀の石で行けるようになるのかな。やっと、やっと戻ってこれた。あ、左側？右から来たんですよね。いや、ちょっと待って、一旦ね、今回はここで終わりにしたいので、またちょっとナスカまで帰ってね、セーブしておきたいと思います。新しくまた行ける場所が増えてる。あ、増えてる、ここも。すごい増えてますね。どこに行けるのか。まあ、次回ね、その辺確認していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。